総合進学科1年生の萩原歩です。春学期とても良かったというか、自分がホームスクーラーだったので学校行ってなくて、ほぼ大学が初めての学校経験で、なんていうか全てが新しい新生活だったんですけど、本当に周りの人もすごく優しくて、学びも今まで普通の勉強してたのが、この神学やるってなって、専門的にキリスト教を見ていくっていうのも面白くて、恵まれた春学期でした。はい、今までいた私の世界というかがとてもちっちゃくて、ホームスクーリングでなおかつ行ってた母教会とかも10人行くか行かないかぐらいのちっちゃな教会で、同学年の人もほぼいなくて、大学入ってみてこの同学年の人いると話したりして、信仰とか、この学んだこととかについて分かっちゃうと刺激されるというか、こうより視野が広がる感じがあって、すごくいいです。よく成長したと思います。今後は、私は牧師になろうっていうのがあるので、教会教職専攻にするのかなっていう感じなんですけど、進学校イコール牧師になるみたいなイメージしかなかったので、別の道もいいなっていうふうには思えてきましたね。なので、もし示しがあったらそっちの方に進むかもしれないです。総合進学科1年福田優香です。メッセージの内容が分かんないことが多くあって、もっと知りたいなという思いがありました。それと、祖母を自宅で介護していた時期があって、介護に少し興味があったのと、身近に感じていたことから福祉にも興味がありました。どんな形であっても神様の愛を持って神様のために働きたいという思いがあったので、聖書を土台とした福祉を学べるのは TCU しかないなと思って受験を決めました。教会もそんなに大きくない教会に通っていたので、同世代のクリスチャンがあんまり関わる機会がなくて、すごいどんな感じなのかなっていうのもあったし、いざ入学してみるととても優しくて気さくに話しかけてくれて、むしろクリスチャンっていう同じ共通点からすごく気を許せて話すことができます。最初は結構初めての進学の学びだから楽しみの反面不安もあったんですけど、いざ勉強してみると本当に自分が知りたかったこととかがたくさん学べて、これからの信仰生活に生かせる学びがたくさんできたなって思います。初めはなんかもう初めての寮生活だからやっぱ不安はあったんですけど、いざ入ってみると先輩方がすごい気さくに話しかけてくださったり、さまざまな分かんないことを一から教えてくださって、とても居心地が良かったです。同年代のクリスチャンや先輩方と関わって、自分が人間的にも信仰的にも成長していきたいなって思っています。金子智忠、2年生神学部神学科です。聖書の勉強をして神様のために何かできることがあれば用いてもらいたいという思いが湧き上がったという次第で、聖書を学ぶのだったら僕は小さい頃からTCU をすごいいろんな人から紹介はされていたので、TCU 一択だなというところで受験させていただいたという感じです。学生なりのコロナに対する対処を考えて、その範囲の中でできる限りの交わりを持とうとしているところに関しては、今している交わりというのは
想像以上に恵まれたものだと思っています。僕は今までその将来の夢とかを持てたことがないのですが、ただこの TCU に来て今後進んでいく道がある程度選択肢が狭まった中で見つけれたらなと思っています。日本人が抱いている宗教観っていうのを学んでみるのも面白いかなと思っていたりします。具体的には今後示されていけばいいなと思っていますし、大学生活3年間あるので、ゆっくり神様がいい時を与えてくれるまで待とうかなと思っています。